ユリウス、このミルスクリアの門を叩く者は総じて優秀な者が多いが、そなたはおそらくその中でも指折りの能力を持っておる。長年守護役を務めてきた我らの見立てだ。間違いはあるまい。そなたのような魔法バカは珍しくない。何が楽しいのか。黒の塔にはそのような連中が多い。研究に身を捧げ、魔法という神秘を紐解き、時に蹂躙することさえ厭わぬ者たち。好奇心とは恐ろしいものよな。それを満たすためならどんな恐ろしいものも危機として生み出しておる。俺はそうなるところだったんですか。でも先生方は俺が勉強することを止めたりしなかった。無論ミルスクレアは学ぶ意志のある者を決して拒むことはせぬ。そなたの望むままに知識を与えたであろうよ。でもそれじゃ意味がわからない。危険だと分かっていてどうして。そうか、それも学ぶことになるんだ。人の子に魔法が与えられて500年。じゃが過ぎた力は身を滅ぼすものでしかない。必要とあらば災いの種を消すこともしよう。それこそが我らがミルスクレアに宿る理由。守護役の名は伊達ではないのじゃ。先生たちはルルの試験を利用したんですか。さてどうじゃろな。その答えはずるい。大きな図体をしてすねるでない。強いて言うなら必然じゃよ、ユリウス。そなたはあの娘を得て見事に成長し、あの娘はそなたという存在を得ること。それが結果じゃ。異なる未来の話などどうでもよい。その答えもやっぱりずるい。出会えたことをその奇跡を尊ぶがよい。少なくとも我らはそなたらが共にある未来にそこそこ期待しておるのでな。どうして？あ、うん。ごめん。もう少しだけ。ダメ？君の髪ってすっごく柔らかくて触ってると気持ちいいんだ。それになんだかいい匂いがする。
なんで？ダメなの？いいよ、してて。うん、でも今それどころじゃなくて。你学习更重要的事情。ね、ルル。聞いてもいいかな。那就是调情喽。恋ってどんなものだと思う？我是恋爱呢。问世间情为何物啊？ずっと考えてるんだけど、わからなくて。俺は君に恋をしてるんだって。それはちゃんとわかってるつもりだけど。だけど、同じだけわからなくなっていくんだ。この気持ちって、恋って、こんなにも頭の中をいっぱいにするものなのかな。だって、ルル、君は？俺は君が好きで、君もそう言ってくれた。君は俺に恋をしてくれたんだって、そう思ってる。だとしたら君は？俺と同じように頭の中が俺でいっぱいに。それが恋がもたらす共通の症状。君を見てるとすごくすごく嬉しくなる。声を聞くだけでも幸せになる。こうして触れたりするともっと恋のせいなのかな。君の瞳を見ていたらいきなりフラッと吸い寄せられるような気がして。うん、すごい。こんなにも自分の行動が予測できないなんて信じられないくらいだ。ねえルル、もう一度確かめてみてもいい？俺今のでもっと君が好きになった気がする。え？
昨夜メッセージを送ったんだけど、ひょっとして気づかなかった？それとも事故で届かなかったのかな？メッセージの失敗例はたまに聞くけど。お待たせ、ルル。あ、ユリウスさんも一緒なのね。え、そうだけど、でもそれならさっき済ませて。ちょっと待って、ルル。ユリウスさん、用があったみたいだけど、ひょっとして昨日ユリウスさんと何かあったの？ため息をつきたいのはこっちです。何なんです、今日のあなたは。二人一組の実習だったせいで僕まで実験に失敗したじゃないですか。僕に対する地味な嫌がらせですか？まあいいでしょう。それより先生に頼まれた用事手伝ってもらいますよ。連帯責任です。やれやれ、自分の借りた本くらい自分で返せと言いたいところですけどね。自分の恋人にも同じことが言えますか？僕の知る限り未返却が10冊以上ですが。今日は本当に様子がおかしいですね。どうしたんですか一体？ならいいですが。ユリウスじゃないですか。あなたも図書館に用事ですか？いや、今図書館から出てきたところって。あ、あなたもユリウスも普段から変な部類ですが、今日はとりわけおかしいですね。一体何があったんですか？つまり喧嘩ですか？バカらしい。ユリウスが迷惑の権化なのは今に始まったことじゃないでしょう。喧嘩するのは自由ですが、できれば僕の知らないところでやってください。
アホー。こけー。こけ。アホがわからない。結局今日はまともに話せなかったし、問い6が問い7はなんで起こったんだろう、問い8の証明はルルッと、次はなぜ彼女が怒ったのかを述べよ、カッコ20点。ああ、鬱陶しい。さっきから何をしてるんだ貴様。そうか、すまなかった。って、なんで僕が謝る必要があるんだ。この場合、悪いのは貴様の方だろう。だからうるさいってば。文句があるなら今度聞くから、自習室では静粛に。静かにしろって言いたいのはこっちだ。さっきからため息ばかりついて貴様は何なんだ一体。え、俺ため息なんかついてた？嘘だよね。なんで僕が嘘を言わなきゃならないんだ。全て事実だ、間違いない。疑うなら手元の問題集を見てみろ。貴様のぼやきがそのまま書いてあるじゃないか。え、本当だ。気づかなかった。まさかようやく気づいたのか。そんな集中力では次の小テストは僕の圧勝で間違いないな。そうだね、ごめん。おいユリウス、本当にどうした？何があったかちょっと言ってみろ。だからだな、その仕方ないから話を聞いてやるって言ってるんだ。うん、ありがとうノエル。正直どうすればいいか困ってたんだ。このな乙女の唇を奪っておいて、ついうっかりとは何事か。ウルが怒るのも当然だろうが。だってそうとしか言えなかったんだ。俺だってびっくりしたんだよ。見てるだけで幸せだったから見つめてたら、もっと近くで見たくなって、近くで見てたら今度はもっともっとって、あんなの初めてだ。意味がわからない。意味がわからんのは彼女の方だ。そして頼んでもいないのに貴様ののろけ話を聞かされている僕の方だ。そんなこと言われたって。ああもう本当に意味がわからない。なんでルルは俺を避けるの？キスしちゃったから？だって俺たち恋人同士だよね。恋人ってキスしていい関係だよね。そりゃいきなりだったかもしれないけど、俺は本当にルルのことが好きなんだ。好きで
大好きで大好きでたまらないんだ。分かったから興奮するな。僕に言われても困る。大いに困る。ルル、地の底まで落ちていきそうな顔で彼女の名を呼ぶのもやめてくれ。うすうすそうじゃないかと思ってはいたが、要するに貴様は魔法と恋人を同じように扱っているんだな。え？ノエル、どういうこと？貴様の周りが見えなくなる没頭癖のことだ。だが魔法と違って彼女は人間で心がある。それをちゃんと分かっているか？貴様と彼女がイチャついているところなど好んでみたいとは思わないからよく知らないが、僕にはだいたい想像がつく気がするぞ。一方的に自分の考えや思いつきをまくしたて、彼女の話をろくに聞くこともせず自分だけが満足そうにしてる貴様の姿がな。そんなんじゃまるで俺の片思いみたいなものじゃないか。だからお前はバカだと言うんだ。まったく、今すぐルルに謝ってこい。何にしても話はそれからだ。でもまた逃げられたら？そんなことは自分で考えろ。もう付き合ってられん。僕は帰る。まずは謝らなきゃならないんだけど。どうしたらいいんだろう。姿を映したし、どうかこの場に連れてきて。ルル、お願いだから逃げないで。待って、ルル。今度は逃がさないから。いいと。それはできないよ。離れたら君は逃げる。今逃げられちゃったら、きっと俺はもう君を捕まえられない気がする。お願いだ。俺は君と話がしたい。頼むからちゃんと話をさせてほしい。本当に逃げないでいてくれる？ごめん、俺君の気持ちを考えてなかった。君にとってキスがどれだけ大事なものか想像することしかできないけど、少なくともあんな場所や状況じゃなく
もっと大事にするべきだったのはわかる。俺は嫌われても仕方ないことをしたと思う。でも俺、やっぱり君に嫌われるのは嫌なんだ。どうすれば許してくれる？どうすれば嫌わないでいてくれる？ごめん。また君のことを気にせず、自分のことだけまくし立てるところだった。焦虑や。昨日のことは本当に悪かったと思ってる。でも君に対する気持ちは本物なんだ。だからあの時も、君が好きで大好きで、君が可愛いからもっと近づきたくて、他に何も見えなくて、結果的にあんなことをしちゃったんだと思う。ごめん。しよう。ううん、俺の方こそ本当にごめん。あ、そうだ、じゃあさ、週末にデートしない？そうじゃなくて、キスとかそういうことじゃなくて、俺はただちゃんと向き合いたいんだ。今度はちゃんと君の話を聞いて、君のための時間をあげたいんだよ。だって君は誰よりも大切で、誰よりも大好きな女の子だから。決めてないんだよね。今日は君が行きたいところに付き合うよ。俺がいつも行く場所だと今日の意味がないじゃないか。お詫びも兼ねてるんだから遠慮しないで。君が今行きたいと思う場所が、俺にとっても今一番行きたい場所だよ。あの時は大変だったけど、デフォルメされた姿を見ると愛嬌があるね。俺のことなら気にしなくていいよ。今日は君を見てるだけで嬉しいんだ。それに君の好きなものちゃんと覚えておきたいから教えて。
そう？君がそれだけ嬉しそうなんだから、きっととっても甘いんだね。変？俺何かした？だって今日はルルのための日だから。それにね、俺気づいたんだ。俺が優しくしてあげればあげるほどルルは可愛くなるって。哎呦，很会呢，很会讲哦。本当だよ。黙って話を聞いてあげると嬉しそうに笑うし、褒めてあげるとすぐ照れて赤くなるし、今日だけで可愛いルルがいっぱい見れた。今まで知らなかったなんて損したみたいだ。あ、また照れたね。可愛い。それはできないよ。だって俺ルルが好きなんだから。うん、でもちょうどいいんじゃないかな。だってさ、ここって、そしてルルが俺を好きって言ってくれた場所。じゃあ俺、今まで君に素敵だって思われてなかったってこと？ちょっとショックかも。頑張れ俺、もっと頑張れ。ん？それは俺だって同じだよ。俺も君のことがもっともっと好きになった。好きだよ、ルル。え？じゃあ今度は叩かないでいてくれる？今度は素敵な思い出にできたのかな。うん、喜んで。
あれ？ルル？うん。ごめん。寝る前に思い浮かんだアイディアをどうしてもまとめたくて。でも大丈夫。うん。もう起きたし。うん、大丈夫。起きて。睡吧。多分。おはようのキスしてくれたら、もっとはっきり目が覚めるかも。でも今誰もいないよ。ルル、ダメ？ワンドオブフォーチュン R。 おまけがいっぱい、お得です。ミニコンドゥ看一下。身が持ちそうにありませんね。やっと週末だね。俺今日ずっと楽しみにしてたんだ。笑笑。じゃあ君も笑ってよ。俺も君の笑った顔が見たい。あ、もしかして他这个就是那个声优食べ損ねて落ち込んでる？配一些对话这样子。来年は。じゃあ君も笑って。また授業で失敗したの？別に失敗してもいいのに。むしろ失敗した方が面白いのに。ん？その話を。不能重複了。え？叱る必要がないのに？じゃあ君も笑ってよ。ん？ごめん。あ？あ、もしかして。季節限定マカロンだ。また授業でしょ。え、这个到底要怎么玩？じゃあ君も。あ、じゃあ君も。这样子吗？また授業でしょ。あ、还有其他的对话。君と一緒にいるんだから当然かもしれないけど、所以他这个对话还要有逻辑性。そう言うかなと思って。じゃあ君、うん、君と。うわ、ずるいよそれ。そんな顔して言われたら我慢できなくなるんだけど。うん、もちろん好きだよ。一言じゃ言い表せないくらい好きだ。いいよ。レーナ・ベントゥース、風よ、甘い菓子の香りを。
うん、いくらでも。え、やっぱりダメ？このまま君と一緒。特に食べたいものはないけど。あんた特に行きたい場所。嗯，就他这个满的会怎样？君ってすごく面白いよね。君の笑顔、あと照れた顔かな。あれ？君の笑顔。いや。君の絵、うん、いいよ。君の、どうしよう。なんだか今日はいつも以上に君が可愛く見える。うん、君は可愛い。やっぱり好きだなと思って。それと二人っきりだなと思って。ねえルル、お願いがあるんだけど、いいかな。君に触ってもいい？君の嫌がることはしたくないから我慢はするけど、でも本当は俺いつだって君に触れていたいって思ってるんだ。ルル、今は俺たち以外誰もいないから、少しだけいいよね。ルル、すごく甘い匂いがする。もしかしてお菓子か何か持ってるの？そっか、この甘い匂いは君の匂いなんだね。それに君ってまつげが長いんだね。少し震えてる？緊張してるの？ルル、君のそうやってすぐ可愛いことを言うところすごく好きだ。俺が優しくすると少しだけ高くなる声も。うん、すごく可愛いね。もっと聞かせて。糟了，要开车了。本当に止まらないかも。ごめんルル、少しやりすぎた。うん、ごめん。君があまりに可愛いから止まれなくなった。もしかして怒ってる？本当？